そんなやりたいをやってるとエネルギーが上がってくるということです。そんな時恋愛がうまくいくんですね。はい、皆さんこんにちは、リクです。今日は彼と急展開が起こる際についてお話ししていきたいと思います。皆さん、彼との急展開が起こるときって様々な前兆が起こってきたりします。そんな予兆が彼との急展開を知らせてくれるわけです。皆さん、そんな前兆って知りたくないですか？ですから今日はそんな彼と急展開が起こる前兆についてお話ししていきたいと思います。そして彼との急展開を引き寄せるためにやってほしいこともお伝えさせていただきますね。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。初めてメッセージさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はいい感じの男性がいます。3ヶ月間週に1回はデートしています。でもまだ付き合ってはいません。私的には早く付き合いたいんですが、どうすればいいですか？今は自然の流れに任せています。そんな彼と急接近するような前兆なんかがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします、というご相談です。ありがとうございます。まあ、そうですね、焦っていらんことするよりも今の彼との関係をもうそのまま楽しみながら自然の流れに任せてみるっていうのはいいですね。ただそんな流れの中にも急接近する前兆はあります。今日はそんな彼と急接近する時の前兆と急展開するためにはどのようにしていけばいいのかというお話をしていきたいと思います。ではまず彼と急接近する前兆5選をやっていきたいと思います。まず1つ目です。1つ目は彼と大喧嘩するになります。まあ、ちょっと辛いですけどね。まあ、喧嘩をすることでいい意味で状況が大きく変わるんです。そして運命の転換期を迎えることができるわけです。そして関係が急展開しやすいんですよね。だから大喧嘩も悪くはないんです。そして2つ目です。2つ目は環境が変わるになります。まあ、例えば転職とか引っ越しとか習い事を始めるとか、まあ、このように状況が変わった時、それが彼と急展開する道筋になることがあるんです。そういう時に関係が変わったりします。つまり今までとは違う人生を歩むスタートした時、彼とも今までとは違う関係性になるということなんですね。そして3つ目です。3つ目は体調が変化するになります。彼と急展開するサインとしては体調の変化があったりします。体調が良くなったり一時的に悪くなる場合もあります。また体質が変わったり大きな怪我で入院したりすることもあります。髪質とか肌質も変わったりする時もありますね。なぜ体が変化するということです。そして4つ目です。4つ目は急に仕事がうまくいくようになるになります。今まで仕事がうまくいかなくてお金があまり入ってこなかった人がなぜか急に仕事がうまくいきだしてお金が入ってきたりするんですね。こんな時パートナーとの関係も変化しやすいんです。余裕ができるからかもしれませんね。ただこの逆のケースもあります。急に仕事がうまくいかなくなったり、仕事を辞めなければならなくなったり、大金が出ていったり、なんせこのように仕事とかお金の面で変化がある時はパートナーとの関係も変化が起こりやすいんです。まあ、ただ皆さん前者の方がいいですよね。そして5つ目です。5つ目は恋愛に興味がなくなるになります。要はガツガツしてない時ですね。ガツガツしている時って恋愛自体がうまくいかなくなったりしますからね。でもガツガツがなくなり、それほど恋愛自体に興味がなくなって恋愛以外のものに集中している時、意外と恋愛がうまくいくようになったりします。余裕ができるからかもしれませんね。恋愛以外の仕事や趣味といったものに大きく興味が出てきて、その仕事や趣味に没頭している間にそこでいつの間にか恋愛も進展しているみたいな感じです。彼と急接近するときはこのような5つのサインがあるということなんですね。皆さんはいかがでしょうか？そして彼との急展開を引き寄せるためにやってほしい4つのことがあります。彼との急展開を自ら引き寄せるためにやってほしいこと4選です。まず1つ目です。1つ目は古いいらないものを捨てるになります。断捨離です。使ってない古いものを断捨離するように心がけてほしいんです。するとその空いたスペースに新しいエネルギーが入ってエネルギーが流れ出します。そして同時に皆さんの元には幸せや豊かさがどんどん入ってくるということなんですね。新しい流れを作っていくといいんです。この宇宙の原理をぜひ利用してください。そして2つ目です。2つ目は意識を向ける方向を選択するになります。ダメなところを直すのはいいことなんですが、ダメなところを直そうとするのではなく、うまくいくためのいいところを作ろうとするんです。まあ、このようにしてください。ダメなところを直そうとそこにばかり意識を向けていると、自分のできないところやコンプレックスや悪いところ、つまり否定的なところばかりに意識を向けてしまいます。ただ皆さんの意識を向けているところの世界を作ってしまいますからね。だからうまくいくためのいいところを作ろうと意識してほしいんです。うまくいくところに意識を向けてほしいんですね。例えばゴキブリをイメージしてゴキブリばかりを意識し続けていたらどうでしょうか。ゴキブリは気持ち悪くてエネルギーが下がりますよね。一方でお花畑をイメージして意識し続けていればどうでしょうか。気分良くなりませんか。要は何を見て何を意識するかでエネルギーの状態が変わってくるということなんです。そしてエネルギーの状態が整ったら恋愛もうまくいくんですね。そして3つ目です。3つ目は心の声に従うになります。いつも頭で考えていませんか。頭で考えているときは心の声を無視しています。
でも頭で考えたことって損得感情がベースになっていたりするんですね。これは正しい、これは正しくない、これは役に立つ、これは役に立たない、このような感じです。理性的で理論的な感じです。これが悪いわけではないです。ただ頭に偏りすぎたら幸せや自由を制限してしまうんです。だからいずれエネルギーが下がってしまうんですね。一方で心の声は楽しい、楽しくない、好き、好きじゃない、このような感じです。やるべきが頭で、やりたいが心の声ですね。そんなやりたいをやってるとエネルギーが上がってくるということです。そんな時恋愛がうまくいくんですね。そして4つ目です。4つ目は今を生きるになります。今感じている感情が次の現実になります。だから今好きなこと、気分が上がること、心地いいこと、このようなことをやって満足感を感じるようにしてほしいんです。好きな本を読む、好きな料理を食べる、気持ちが乗る音楽を聴く、温泉に入る、やりたかったゲームをやる、エネルギーもどんどん上がってきます。全てエネルギーで作られてますからね。つまり皆さんから発信されるエネルギーの波動と同質のエネルギーのものが共振共鳴して引き寄せられるだけなんです。ですから先に皆さんのエネルギーを上げていくようにしていきましょう。皆さんから発信されるエネルギーで皆さんの世界は作られているということですね。つまり今を生きるということです。エネルギーが下がる原因に過去と未来に生きているということなんですね。過去の後悔や未来の心配に生きているとエネルギーが下がるということです。だからこそ過去や未来に生きずに今を生きるようにしてください。今満足感を感じていれば満足感を感じる出来事がやってきますから、この4つの方法でエネルギーを上げていけば波に乗っていくことができますね。今日の話をまとめますと、彼と急接近する5つの前兆ですね。まず1つ目が彼と大喧嘩する、そして2つ目が環境が変わる、そして3つ目が体調が変化する、そして4つ目が急に仕事がうまくいくようになる、そして5つ目が恋愛に興味がなくなる、そして彼との急展開を引き寄せるためにやってほしいこと4選です。まず1つ目が古いいらないものを捨てる、断捨離です。そして2つ目が意識を向ける方向を選択する、そして3つ目が心の声に従う、そして4つ目が今を生きるになります。彼と急接近する前兆、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方でご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。